東京で桜の満開が発表されました。平年よりも9日早く、統計史上2番目の速さということです。気象庁ですが、先ほど全国トップを切って東京のソメイヨシノの満開を発表しました。東京靖国神社の標本木は先週14日に過去最も早い開花を迎えて順調に先進みました。 昨日の時点では七分咲きと満開の定義となる8割以上の開花に一歩届きませんでしたが今日の WBC 日本優勝を祝うかのようなタイミングでの発表となりました平年よりも9日早く2002年の3月21日に次いで統計史上2番目の速さで満開というニュースが入ってきました。